反社会勢力の構成員は構想でどんな怪我を負っても病院に行くことを好まない。二度とこの島でちょこまかすんなよ。時には刃物で切られたり銃で撃たれたりもある。その時警察に通報されては困るからである。そんな時に活躍するのが医師免許を持たない医師、そう闇医者だ。ここなら傷の性質から警察に通報される心配はないわけだ。先生、うちの兄貴が足打たれちまって何とかしてもらえませんか。太ももだぞ、まずいぞ、出血が多くなる。ただし救命率は低い。理由は明白、手術時の人員不足と医療器具不足だ。やばい、意識が遠のいていた。兄貴、しっかりしてくれ。看護師もいない、最新の器具もないってわけだ。やばいぞ、やばいぞ。しかし最近の反社の治療事情は変わりつつある。それが反社御用達の闇病院の存在だ。表の顔は老若男女が通う総合病院だが、実は裏で反社会勢力と癒着しているというのだ。この病院では銃の傷など通報義務がある手術を秘密裏に行う。もちろん無保険なので医療費は高額になるが、反社会勢力としては多少高く医療費がついたとしても最新の設備と確かな腕の医者に診てもらえるため、ウィンウィンの関係だ。数年前には京都の病院が反社会勢力と裏でつながり、診断書を偽造するという事件も起こっている。反社会勢力とつながっていたわけですね。それは反社会勢力御用達の闇病院は確実に存在している。そんな闇病院で働いているのが、俺は東堂悟、37歳だ。今日はどうしました？熱と咳がひどくて。一見どこにでもいる普通の医師に見えるのかもしれないが、俺には裏の顔がある。今年の春、私はこの病院に外科医として採用され働くことになった。よし、今日から頑張るぞ。この病院は他と比べどういうわけか給料がいい。いつか自分の病院を開業するための資金を貯められると思った。勤務初日、病院の正面玄関前に立った私は早速違和感を覚えた。そこには黒塗りの高級車が5台並んで止まっていたのだ。さらにこわもての男たちがずらりと並ぶ。私は目の前で繰り広げられている出来事に理解ができなかった。この度はご退院誠におめでとうございます。おめでとうございます。うむ、ご苦労。一見スーツでビシッと決めたいかついサラリーマン風の男性も、先生ご苦労様です。ご苦労様？何か違和感を感じた。そして勤務2日目、私のこの思いは確信に変わった。深夜1時半、自宅で寝ていた私の元に病院からいきなり電話があった。もしもし、はい。今ですか？電話の内容は、とにかく今すぐ病院に来てくれというもの。言われるがまま、私は病院へ向かった。深夜2時、病院に着くと若い男が左手を押さえて担架の上でのたうち回っていた。大丈夫ですか？いやー、指が、指が。男は反社会勢力員だった幹部の愛人に手を出し、信じられない罰を受けたのだ。私は緊急で痛み止めと止血する手術を行った。メス！痛えよ。出血がひどく危険な状態だったが、男の一命を取り留めた。給与が異常にいい理由はこれか。このようなことは日常茶飯事。どうやら病院を経営している医療法人の理事長は、広域指定反社会勢力との癒着で病院を大きくしたらしい。毎日が緊急オペの連続だった。メス！はい。大怪我をする人間が次々と。皮肉にも私の手術スキルはめきめきと上達した。患者の中には泣きながら土下座をして礼を言う人もいた。さらに命を救うほどの手術をした時には、先生これ少ないですけどもらってやってください。では遠慮なく謝礼金がもらえることも。私も慣れてしまった。この世界は義理と人情でできているのだ。ここで余談だが、私が勤務していたこの病院では女性看護師の入れ替わりが激しかった。ねえ姉ちゃん、今晩空いてないんか？空いてないです、ごめんなさい。反社会の若い人間がやたらちょっかいをかけるためだと私は感じている。こんな一風変わった病院で働いていると、時に困った依頼があったのも事実で、はい。中でも特に私を困らせた依頼が2つあった。一つ目が、浮気症の旦那のあれを切り落としてくれというもの。ちょっと、医者なんだからそれくらいできるでしょ。ここに1000万あるから。いえ、そういうのは。これは反社会勢力員の奥さんに依頼された。いくら大金を積まれてもできるわけがない。
もう一つは、跡目争いで次の代を継ぐ幹部から親父の死期を早めることはできないかと依頼されたこと。どうにかお願いできないだろうか。いや、そんなことは無理です。他にもいろいろ無理難題があったはずだが、この二つの依頼は特に印象に残っている。病院は人の生き死にが分かれる場所。反社の人間だってもちろん命には何にも変えられない。この場所は綺麗事ばかりじゃねえってことだ。